どうも皆さん、こんにちは、みざです。本日はね、来ちゃいましたね。7月のバランス調整について、その内容がですね、出ておりましたので、僕と一緒にチェックしていこうかなと、一緒にしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。7月のバランス調整について、こんにちは、運営事務局です。先月のこれからのグランブルーファンタジーに、6月にお知らせして、事前に紹介いたします。実施は7月7日。かなり早いですね。7月7日、かなり早い。アップデートさせていただく予定です。ありがたいですね。結構俺遅くなるから7月24とか、そんぐらいになるかなって思ってたので、かなり早い実装という感じでね。なかなかいいっすね。キャラクターのアビリティ調整について、ここがメインですかな。アギエルバ。まずアギエルバが、変更されるみたいです。アギエルバといえばカバウ的キャラクターですけれども、奥義、ゴーハ商店。追加効果、発動ターンのみ自分の防御アップが追加されます。カウンター、合気ってまさかさ、合気って確かあれだよね、カバウ効果だよね。あ、カバウカウンターになるんですね。さすがにカバウカウンターがないのは時代遅れすぎたか、レア度高い順、アギエルバの合格って多分カバウだと思う。そうですね、カバウですよね。カバウにカウンター効果が追加されるみたいですね。これはかなりいいですね。カバウカウンターになりますよっていうことで、これ読めません。自分の HP が少ないほど大きく攻撃力がアップする、使用間隔が短縮されますと、使用間隔10ターンはちょっとさすがにね、古すぎた感じはありましたね。なるほど。カバウカウンターはいい感じ。ゼタ、プロミネンスダイブ、追加効果として自分のクリティカル確率アップが追加されます。これは単純に嬉しいタイプの奥義効果ですね。アルベスの槍、効果が、敵に非属性ダメージ、アルベスフェルマーレを変更に、アルベス・フェルマーレはジャミルのヒットマークと同様、口述のラプソディの追加効果を得るため敵に付与となっています。ラプソディ、自分の攻撃大幅アップの効果が対象がブレイク時ならアルベス・フェルマーレ状態の敵に変更されます。敵はブレイク時の場合はさらに攻撃力が上昇するように。ああ、なるほど。単純に強化、あれか、ジャミル、これも書いてあるけど、ジャミルみたいになるんだね。ヒットマークというか、なんかこう、特別な自分のデバフになりますよみたいな感じになるんだね。1アビを使う手間が増えたと言っても、いいのかもしれないけど、そして3アビにブレイク状態を維持効果が追加されますということで、これ単純に強化じゃないかな。なかなかいい感じに強化されてるんじゃないかなって思うけど。そしてクラリス、奥義アルケミックフェラー、追加効果として弱体耐性ダウンが追加されます。これはかなり嬉しいんじゃないですかかなり嬉しいね。そしてナノアナライズに非属性防御ダウン効果が追加されます。これは過剰感があるけどね。非属性防御ダウン効果はちょっと過剰感があるけど、でもだってついても 10% とかでしょ。さすがにだってナノアナライズ自体で 25% ダウンするから、そう考えると別に非属性防御ダウン効果が追加されてもね、なんかこう使い道がないっていうような感じがするけど、アトミックレゾリューション、使用間隔が短縮されます。12ターンぐらいだったんでね、短縮されるのはありがたいですね。10ターンぐらいになるのかな多分ね。はい、そして、シャルロッテ、最終上限解放されているシャルロッテですけれども変わるみたいですね。奥義ノーブレクスキューションが最終上限解放後に追加される。対象がブレイク時に追加ダメージが条件が撤廃、常時発生するようになります。また余ダメージ量と余ダメージ上限が引き上げられますということで、これはあれですね、ジークフリートだのやつね。ジークフリートと同じになるみたいですね。当然ですわな。当然ですわな。はい。一アビのブルームーン。弱体成功率が引き上げられます。これはもうリミットボーナスアビリティと含めてほぼほぼ成功するようになると考えても良さそうですね。なかなかありがたいんじゃないですかね。ソード・オブ・リューミエール。レベル100到達で解放されるフェイトエピソードをクリアして習得する効果が敵に 5.5 倍密属性ダメージ、モードゲージ減少、自分の非ダメージ無効に変更になります。これはあんまり使えないじゃ使えないけど、つまり自分の非ダメージ無効1ターンが追加されるってことですよね。そんなに使えるような印象でもないですけれども。サービ、リュミエール聖騎士団団長、これサポアビか。マイ、あ、へえ。あ、なるほど。毎ターンステータスアップ、被ダメージで解除が追加されます。攻撃力と連続攻撃確率が上昇します。また5ターン経過で効果量が最大になりますということで、あ、だから3アビがついてるんですね。3アビに被ダメ向こうがね。なるほどなるほど、いいんじゃないですかこれ。なかなかリミ方とかと組み合わせると相性良さそうですね。リミ方はリミットボーナスに敵対心アップありますし、イングフェイとかね、まあ、こっちのそこら辺とかと組み合わせると、火力が上がってなかなか強くなりそうですな。シャノワール、奥義ファントムシーフ、痕跡抹消発動までの単数が短縮されます。ごめん、俺、シャノワール持ってないから何言ってるかわかんねえや。スプレンデル先生、使用間隔が短縮されます。プロデイスイリュージョン、ごめん、FF5 みたいな。ファルシのルシがコクーンでパージみたいで、ちょっとこうわかんない感じ。ソシエ、水属性、奥義。白の舞天下、追加効果として次に発動する1の舞神楽の効果を全体化が追加されます。1の舞神楽、水属性追加、あ、なるほど、いいですね。追撃効果が追加されて、追撃効果の効果が全体化されるっていうことで、いいんじゃないですか。そしてカリオストロにも変更が入っております。ファンタズマゴリア、効果が自分の弱体効果1つ回復、クリアップ、特殊強、あ、特殊強化枠に変更されるんだ。へえ、あ、なるほどなるほど。特殊強化枠ってことは、つまりレフィエと競合しなくなるっていうことですよな。レベル100到達で解放されるフェイトエピソードをクリアすることで、効果量差のままに効果が全体化されます。使用間隔が短縮されます。へえ、なるほどなるほど。まあ、この使用間隔が短縮で多分使いやすくなるんでしょうね。使用間隔6ターンぐらいなんねえかな。ユースです。デッドエンドシュート、追加効果として10点レベルが5の時、味方全体のクリティカル確率アップが追加されます。アンチソシアルティアーズディシーズ、10点レベルに応じて攻撃力アップが追加されます。あー、なるほどね。まあよくわかんねえな、俺ユースですで中点したことないんですよね。なんでちょっと多分使うのが分かんないところありますね。フィーナ SS レア、奥義インビンシブルクラッシャー、破砕効果のレベルに応じて奥義ダメージ上限が引き上げられます。まあこれはね、フィーナはね、なんかドリルを使うんだけど、トリプルアタックすることによって破砕スタックっていうのがどんどん溜まっていって、破砕スタックが溜まれば溜まるほど奥義ダメージが上昇するよっていうキャラクターだったんですけれども、まあ、いかんせんちょっと前に実装、結構前に実装されたキャラクターゆえか、奥義ダメージ上限を上げるっていう必要がなかったんですよね、その時は。なんでちょっとこうインビンシブルクラッシャー、古臭いアビリティになってたんだけど、まあ、それがね、ダメージ上限が引き上げられますということで、なかなかありがたいアビリティになってるんじゃないですか。1アビのね、まあ、多分みんなが10人がまあ9も、フィーナの持ってる10人が10人思うところとしては、まあ1アビどうしたんだよみたいな感じだと思うけれども。はい、そしてメリッサベルも変更あります。メリッサベルはアビダメキャラクターですけれども、ライトセイビアー、これはあれですね、まあ、連撃ダメージ、4ダメージ量が引き上げられます。レフトセイビアー、4ダメージ量が引き上げられます。自動軽撃ケバ。効果が残り HP が少ないほどカウンター確率アップ、アビリティダメージ上昇に変更されます。へえ、黄金の艶めき、ダメージアビリティの使用回数に応じて攻撃アップが追加されますということで、あー、なるほどなるほど、終盤に輝く系キャラクターになったんだ。へえ、いいんじゃないですか。いいですよね、なかなかね。まあ、こう上昇量にもよるけど、うん。まあ、なかなかありがたい感じのアップデートが来たんじゃないですかね、メリッサベルに関しては。レフィエ光属性、奥義セブンスペイン、追加効果として味方全体に幻影効果が追加されます。ジュエルミラー、奥義効果がカウンター効果、光属性追撃効果、追撃は火だめするまで継続に。これめっちゃ強ない？これめっちゃ強くないですか？どう？レフィエ。単純な置物としての効果がすごくない？光レフィエ優遇され始めたな。これ強いだろう、多分強いと思う。イオリミテッドバージョン、奥義クリスタルガスト、追加効果が魔力の渦レベルに応じて、味方全体に強化効果に変更されます。魔力の渦レベルに応じて再生 HP が多いほど攻撃アップ、ダメージ上限の効果が強くない？魔力の渦レベルってのはどうなのかわかんないけど、魔力の渦。あ、ちょっとフラワリー7置いときますね。魔力の渦見ます。効果が扇ゲージを魔力の渦効果に変換。扇ゲージ消費量に応じて魔力、あ、なるほど。あれか。アンチソシアルディシーズ。ユーステスだ。ごめん。ユーステスみたいになるんですね。魔力の渦の効果のレベルは最大3まで上昇します。また魔力の渦効果はアビリティ使用ではリセットされず、奥義を使用することでリセットされるようになります。ということで、エンチャントライト、効果が味方全体の光攻撃アップ、魔力のレベルの渦に応じてアップしますと。なるほど。いいですね。余ダメージ量が引き上げられます。そしてフラワーリー7もね、魔力の渦レベルに応じて余ダメージ上限が上昇するようになります。まあ単純に魔力の渦をポコポコ使っていって、奥義によって味方全体にね、まあ渾身効果、ダメージ上限アップ効果、ダメージ上限アップ効果が特に今現状のね、光有利古戦場とかだと刺さりそうですよね。次回の光有利古戦場はレミーヨがいるかいないかで変わったりするかもしれませんということで、ケルベロス変更されます。奥義ドライアドダムネーション。トリプルアタック確率上昇量が引き上げられます。いいですね。ドライアドディセプション。弱体成功率が引き上げられます。ありがたいね、これはね。インファーナルヘブン。ドライアドディセプションはね、暗闇魅了灼熱を与えるアビリティなんですけれども、灼熱以外の上昇量が、成功率が、なかなか低かったのでね、上がるのはありがたいって感じです。インファナルヘブン、トリプルアタック確率上昇量が引き上げられます。これサポアビかな？そうですね、トリプルアタック確率上昇量が引き上げられ、トリプルアタック発動時に敵に弱体属性弾を累積が追加されました。ふふう、いいですね。なるほど。確かね、トリプルア、このキャラクターはね、ダブルアタック確率発動率 0%、トリプルアタック確率上昇量がね、20% だったかな、確か 20% ぐらいだったんですけれども、30% ぐらいになるんですかね。トリプルアタックを出すキャラクターという、そのアイデンティティを崩さないように、強化する感じみたいです。そしてバザラーが、奥義カルネイジームーン最終上限解放後の奥義追加効果オーバードグローノスによる次に発動するインスティンクションの余ダメージ量と余ダメージ上限が引き上げられます。これ多分ね、めっちゃ引き上げられると思う。これは多分俺の予想だけどね、めっちゃ引き上げられると思いますね。期待したいね、これはなかなか。フォグトゥンテイルズレベル100到達で解放されるフェイトエピソードをクリアして習得する効果のうち、攻撃力上昇量が引き上げられます。痛覚なきに期待、自分の残り HP が少ないほど防御アップが追加されますということで、これね、バザラガは結構こうゼタとのね、掛け合い系キャラクターなんですけれども、バザラガが正直弱かったんですよ。今、現状の最終上限が。大して強くもない。だから、ゼタって人気キャラじゃないですか。バザラガはともかく。こう、ゼタが好きな男がダメ男だったら、多分ね、価値がちょっとあれみたいなところあるんで、多分そういう配慮だと思う、俺は。うん。こう、バザラガが強いことによって、ゼタの価値も相対的に引き上がるみたいな。うん。少なくともこれは強いでしょうね。フォグトゥンテイルズは、かなり強くなるでしょうね。俺は個人的にちょっとこの奥義のカルネージムーンはなかなか上がりそうな感じがして、バザラがちょっと楽しみな感じかな。ベアトリックス、奥義イモータルアソルト追加効果として、嘘。自分の残り HP が少ないほど攻撃が大きくアップが追加されます。排水効果が追加されるんですね。M ブラスクの契約者、自分の残り HP が少ないほど回避率アップが追加されます。これなかなかいいキャラクターになってんじゃないですかね。うん、いいと思う。欲しかった。なんか欲しかった感じなのかな、多分。ありがたいですね、単純に。そしてここからは SR になるのかな。アビー、これ非属性のキャラですね。ムンちゃん下がってて、敵対しアップが追加されます。レイジングアーム。レイジングアームは攻撃アップアビだったと思う。効果時間が引き上げられます。2つにしてやるんだ。効果が風属性の敵に対して余ダメアップに変更されます。2つにしてやるんだ。これサポアビか。サポアビが風に対して余ダメアップ。これさ、セラフィックと競合するなら完全に。頭が。ドロシーはあれだね。人形を持った女の子ね。グリルフレーム。追加効果として非防御弾が追加されます。お洗濯。効果が、ドロシーはあれだ。メイド。すいません、メイドですね。このアビリティ名で思い出した。効果がご主人様の弱体効果を全て回復、奥義ゲージアップに変更されます。奥義ゲージを重要ね。これ SR に関してはそんなにこうがっつり見なくてもいいか。そうだね。マイシェラはババアですね。防御アップ。なんか前シェラの変更によってちょっとなんかゼヘクをちょっとこうゼヘク系のイベントに対して続編が来るのかなっていう風にちょっと邪推してしまうかな。いやいやの変更されるんだ。敵へダメージを与えられなくなり、効果が自分以外味方の HP 回復、攻防アップに変更されます。へー、なるほどなるほど。といったような感じでね、カリオストロエスレアがもう変更されるのカリオストロエスレアはもう変更されるんですね。なるほどなるほど。あ、なるほど。SSR が変更されたから、ちょっとそれに寄った感じになるんだ。なるほどね。ということで、あ、ウェルダーが強化されてる。こっそりウェルダーが強化されてますね。バトル関連の調整について、メイン召喚石の上限解放段階に応じて召喚可能になるまでの間隔を、めっちゃすごくない？バトル開始時、メイン召喚石の召喚になるまでの間隔が1回上限解放していると1ターン、3回上限解放していると3ターンといった具合に、上限解放状態に応じて短縮されるようになります。また、最終上限解放している場合は、バトル開始時から召喚可能になります。やべえだろ。これさらっとやばいこと言ってますね。これアポロンの価値、めちゃくちゃ上がるやん。初手から使えるやん。これめっちゃいいやん。アポロンの価値また上がったんだけど。ガチャで頼むわ。一部マルチバトルのバランス調整について、青少獣マルチバトルにおける一部アイテムの入手緩和。各種マルチバトルにおける真なるアニマのドロップ率引き上げ、開口黒銀の翼ハイレベルにおける真なる丸のアニマのドロップ率を引き下げ。あ、なるほどね。つまりプロバハとかは出づらくなる代わりに、マグナとかでは出やすくなるっていうことですね。乱流の琥珀岩をはじめとする一部トレジャーのドロップ率の引き上げ、バハムートの角の入手難度を緩和。あれですね、武器強化したけりゃヘイロー回っとけやみたいな、多分そういうお告げですね。ということで、だからバトル関連の調整なかなかやばいなこれ。キャラクター調整もあったけど、キャラクター調整に関してはシャルロッテとかが結構気になるところかな。シャルロッテとバザラガと、まあそこら辺が気になるところですね。まあ、レフィーエも強化されるし、弱いキャラクターがね、しっかりと強化されたので、個人的にはなかなか好印象ですというようなお話でした。楽しみですね。楽しみにしておきましょう。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。